ジかよ。こうやって反乱を鎮圧したわけね。最初からこういう計画だったのかしら。自分を虐殺するって。そうじゃなくて、理想郷を語ってみんなをおびき寄せたことよ。それで全財産を略奪する。まあ海賊ならやりかねないな。うん、たとえ海賊だとしても残酷すぎる。リグナー・タクティス・レキピマス。自分がやったことの報いを受けている。エイブリーを裏切ったわけね。聖書からだ。悔い改めた泥棒聖ディスマス。エイブリーは随分入れ込んだな。彼が悔い改めるとは思えないけど。自分じゃそう思ってたんじゃないか。ホディエ・メクム・エリス・イン・パラディソ。何時我と楽園にあるべし。これが楽園。通らせてくれ。なんかそこ危なそうね。危ないぞ、気をつけろ。ところじゃない。崩れちゃってる壁と浸水さえなければね。ああ、で排水に問題あり。でもリノベーションしたら儲かりそう。さあどれどれ。誰かがダムを吹っ飛ばしてここを沈めたみたい。忘れてた、得意だったな。ねえ、エイブリの屋敷はどれかな。ああ、間違いなくあれだな。崩れてないやつ。ああ、あなたもやるじゃないの。まあそりゃ経験あるし、本も読んだし。やだ、最悪。え、何？入り口。サム。生きてたのね。今んとこはな。行こう。よし、ショアラインに気をつけていこう。平気？
こっちだ。低いぞ。奴の怒りを買っちまったか。また古いメモ。クリストファー・コンデントの家だ。クソ、しょうがないんだ。エレナ、伏せろ。見えたわ。洒落た家だな。海賊の家には見えないな。奇跡だ。バレなかったぞ。本当、すごいじゃない。エレナも。マジかよ。ナディーンは一体何人連れてきたんだ。まあ大舞台を持ってるわけだし。財宝を見つけたかな。まだだと祈ろう。サムのためにも。宛名はリチャード・ウォント。アダム・ボールドリッチからだ。二人とも権力者？そうだ、敵対してたみたいだけど。なんでだ。欲か、被害妄想、お金。そうかも、最近は問題の種だ。おーっと、すげえ流れ強いな。気をつけて。おいで、ね、いい子だから。
ディファースト。あら、優しいのね。おとりにするつもり？違うって、ジェントルマンらしくしたの。たまにはからかってあげないと。ああ、もう十分からかってもらってるよ。どうも。まあまあだったな。大丈夫？平気？そっちは？またびしょ濡れだ。疲れてあざだらけ。でもって腹減った。他は大丈夫。よかった。さあほら行きましょう。ついてくわね。住民たちが沈めたのかしら。まあ住民かもしれないけど。けどって他に誰が？一軒だけ沈んでない屋敷があるのがなんか気になってさ。エイブリーね。その通り。ガンズウェイ号のものだな。これなんだろう。すごいな。ハエの王の話みたいだ。本当に綺麗だ。見ろよ、この大砲改造されてるな。うん、即席の防御装置。誰も戦うとは思ってなかったのね。みたいだな。おお、これすごいな。そんじゃまた泳ぎますか。うわ、おい流れが速い。待って、押さえてるから。ああ、サンキュー。いいぞ。やったじゃない。ありがとう。ちょうどいい重さだったよ。ああ、じゃなくて。今のは褒め言葉だったんだ。そうそう、褒め言葉。登れた。別の道探すよ。これ使えそう。よし、離れてろ。いいぞ。ありがとう。こいつをどかすか。うん。
よし。見て、トーマス・デューの印だ。ここは彼の屋敷ってこと。ナンバー2にのし上がった男か。何なのこれ。パーティー会場ってとこ。乗り遅れちゃった。ねえネイト、これ見て。また印か。マジかよ。何こいつら。エレナ、こいつらがリバタリアを作った海賊だ。何があったんだ。私はお医者様じゃないけど、見た感じ毒みたいだな。でもこれ何の集まりかな。金持ち海賊の自殺クラブってとこ。まさかな、こいつらが。エイブリーの名において、明日夕刻貴殿を我が屋敷に迎える。互いの恨みを捨て和解すべき時が来た。再び神と自由の旗のもとに集え。トーマス・デューのサイン。ってことはデューとエイブリーだ。ホストがパーティーの途中で消えたってか。それってホスト失格じゃない。つまり宝を奪われて住民たちが大反乱を起こしたんだ。住民は始末したけど、今度は海賊の間でごたごたがあった。そんなとこ。そこでエイブリーとデューは全員を集めた。ほら、そのなんだっけ、互いの恨みを捨てて和解すると言ってね。そして全員で乾杯。いいか野郎ども、神と自由のためにってね。で酒を飲んだ。二人以外ってな感じで、めでたくリバタリアの宝は二人で独占ってわけだ。こいつらみんな名だたる海賊だぞ。それが一瞬で消されちまった。このテーブルで。すごいわね。あ、ごめん、ついつい。ごめん。大丈夫。で、問題のホスト2人がここにいないってことは、エイブリーの屋敷ってこと。え、行く。